近い近い。アメフラシです。こそ。はい。ということで今日も風が強い中やってまいりました公園に。風にも負けずやるぜ、はい。今日はちょっとまたお前の企画です。お前前さ企画で俺のサーブとお前のピッチングで球速一致するまで帰れませんってやつやったんやけど、うん、その時のお前のえぐいねんって。球速の調整がめちゃめちゃうまかったわけよ。一キロ単位で調整しとった。そう。ほなちょっとそれを生かした企画をまた取りましょうということで。うん、はい本日の企画です。お寿司食べ放題同じ球速を出したら即終了。めっちゃいいやん。ご褒美企画。そうこちら。デデン。めっちゃ出た。お寿司を今日は30貫用意しました。これ前の調子で言ったら俺全部食えるってことやろ。そうだ、ルールとしては、一応100キロ以下はダメ。100キロ以上で例えば110キロ出ました、うん、でまず1貫目は絶対食えます。100キロ以下出さん限りで次110以外を出したら1貫ずつ食べれる。2球目でまた110出したらもう終わりか。そうで同じ1回出した球速をもう1回出した時点でお前はもう食べられます。余ったら全部僕が。なんでお前が食うねん。まあ全部食ったんで俺が。そうだお前が食いきれんかったら俺がいただくという企画でございます、うん、ちなみにお前の好きなネタはサーモン。サーモン俺マグロやからそこだけちょっと分かっといて。オッケーオッケーオッケー。余ったら俺やからな。オッケー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 。いや言わんかったよかった。はい行きましょうレッツゴー。バチカイ一回どんなもんかさ一球だけさやらせてくれ。なんでやねん。頼むわ。その代わり1個目マグロあかんで。どんなルールやねん。じゃあ1回くれ。じゃあ1回目マグロだしって言え。なんでいちいち言わすねんあいつ。はい、82キロ。これ82。うわマジか。オッケー行くよ。オッケー。107。オッケー。はい1個目何くん。マグロ。お前約束したよ。いやマグロ以外に行ったのか。それルールやからな。まいただきます。はい。カマチ。いただきます。はい。バイ。やっぱり一球投げて女子食えねんで。そうやで。あかんお前。はい、2投目。2投目。116。はい、2貫目。いただきます。いや、待て、一応あのマグロは120以上やから。もちろんマグロ行くわ。お前うるさいって。お前サーモン好きなんだ。サーモン食えや。まあ美味しいもん最後に置いとくやろ当たり前やん。アホちゃん。そりゃうまいやろ。うまいわ。材はうまいわ。はい、次行くぞ。サーモン早せな。お前知らんで。お前俺の技術見くびってんの。やばい絶対アホ。はい行こうか。行こう。3貫目行きます。3貫目っていうのムカつくから。114。はい3貫目です。これ行こう。これもサーモンなんか。炙りと普通のサーモンとある。あーこの6つだったら1個くらいってええもんな。いや知らんお前。もう普通言ってて。ほなこれやったらいけんな。生グレー行こう。なんでやねんお前。腹立つわマジで。うまっ。惜しい。もっと惜しいわ。ありがとう。最高。4貫目投げていい。はいどうぞ。102キロ。うわ危な。結構危なかったから100に合わせたなあ。ほなサーモン来たね。ついにサーモン大御所。まあわさびつけへんねんな。つけのか何しんの。忘れてるぐらいやったらええやん。そういう情報早めに言わなあかん。はい、やっぱサーモン早く行こう。はい行こう。行くよ5貫目。はい。あぶった。はい117。117。あ、危ない。いや、俺的には107が出てたから一瞬かぶったからって一瞬思ってんけど。ちゃうかったか。しゃーサーモン食ったらサーモン止められへんわ。行ってまうもう。最高最高。オッケー。120狙いに行くから。6貫目。やるねー。119。めっちゃ FA いってるやん。はいオッケー。6貫目。はい。じゃあカツオ。いいなカツオ。お前さ卵いきれやそろそろ。もうええねん早くさっさ行くぞ。
7冠目。はい、もう結構早いところも117と119出てるから。そうやんな。どういくかお前、結構ご勝負やで。いや俺120狙いに行くわ。さらに上げに行く。オッケー、見とけよ。はい、翔太くん、ただいまの記録119キロ。うっそ。マジで、マジか。うっとうしい、こいつマジだろ。しゃあもうきっしょ、マジで。いやでも俺120狙いに行くわ。俺言ったね、ちゃんとちょっと落としに行ったりとか、ちょうどまだガッツリ空いてるところあるから、そこ狙いに行った方がいいんちゃうかっていう。そこお前はちょっと失って、なんかお前自分イケメンやからっていけると思ってさ。イケメン関係ないやんけお前。いや俺120狙いに行くわ。おー、わろ呼ばれへん。今が俺の食事シーン。そうかそうか。いただきます。楽しみにしてました。マグロ、サーモンから。うっとうしいわ、俺早行っとけばよかったし、マジで。